皆さんこんにちは。今日はじゃん、アットコスメストアで約4万円分お買い物したので、そちらを紹介していきたいと思います。はい、こんなにお買い物しました。今回はね、2回に分けて購入したんですけど、両方アットコスメのオンラインで購入しました。このちっちゃい方が1回目なんですけど、これを頼んだ後に買い忘れたものをね、思い出して購入したので、ちょっと分かれてるんですけど、2回目の方が少しね、時間がかかりました。なので1回目の方はね、結構前に買ったんですよね。4月の初めぐらいに届いたかなと思います。はい、では早速購入品を紹介していきたいと思います。まず1回目に頼んだこちらのちっちゃい箱の方から紹介していきます。今回はね、ほとんどプチプラのもので、デパコスはないですね。こっちはね、全部リップなんですけど、まずこちらです。じゃじゃーん、私の大好きなリップエッセンス、エテセのリップエッセンスを3つ購入しました。もうこれはね、廃盤のものなんですけど、ネットにはね、あったので、とりあえず3つ購入しました。結構やっぱりね、すぐ使い切っちゃって、ストックをどんどん開けてってるので、とりあえずまた購入しておきました。だから今ね、7個ぐらいありますね、ストックが。でも今使ってるのがもうね、こんな感じで少ないので、すぐ開けるから、またもしかしたら追加買いするかもしれないです。これにね、変わるものも探してるんですけど、まだあるんだったら買おうかなと思います。で、このエテセつながりでずっとやるやるって言っていたこちらです。じゃじゃん、エテセのリップエディションを全色購入してみました。これね、全部で今7個あるんですけど、これプラスロフト限定、え ?7 個?あ、もう1個あった、危ない、びっくりした。こちらがあります。全部で8個あるんですけど、これプラスロフト限定のね、色も発売されてゲットしていたので、給食レビューをね、していきたいなと思います。これやるやるって言っていて、買ってなくて、でもお店に行けなくなっちゃったので、ネットで購入しました。で、すごい気になっていたこのモカベージュ、これね、ほんと楽しみなんですよ。ちょっとこれだけつけてみようかな。で、ちなみに今つけてるのがこちらです。 MAC のパウダーキスリキッドリップカラーのマルイットオーバー、こちらをつけてます。これリップスティックタイプも持ってるので、色はね、絶対好きなんですけど、すごい塗りやすくてめちゃくちゃいいです。ちょっとピンクベージュっぽさもあるけど、なんかオレンジっぽさもね、あるような感じがするので、すごい馴染みがいいです。めちゃくちゃおすすめです。これをちょっと取って、モカベージュだけつけてみます。はい、こちらですね。これを開けます。はい、パッケージはこんな感じでマットになってます。パッケージの色が可愛い。はい、こんな感じ、めっちゃ可愛い。なんかほんのり色づくような感じなんですけど、印象をね、しっかり変えてくれるので、すごくいい。で、塗り心地はやっぱりリップエッセンスに似てて、重すぎないし軽すぎないっていう感じですね。ほんとリップエッセンスを塗ってるような感覚で塗れます。だから私はいつも塗ってるリップクリームの感覚、すごいいい感じ。これ買ってから結構経つんだけど、開けたかったんですよね、早く。他の色もね、まとめて今度紹介します。それで、リップエッセンスを買ったからだと思うんですけど、なんかこういうものがついてきました。多分ね、リップエッセンスのなんかパックみたいなものが3つついてきましたね。唇に貼ってパックができるんだと思います。これはなんか初めて見ました。今度やってみます。で、次はもう最後なんですけど、じゃじゃん、こちらです。メイベリンの新色です。はい、こちらもね、買うって言ってて、なかなか買っていなかった3月の後半に出た新色を購入してみました。何色かがオンライン限定色だったんですよ。だからね、店頭で見れたとしても購入できなかった色があったので、今回ね、ネットで買って正解でした。こちらも新色の7色レビューを別でしたいなと思います。多分ここら辺の150番と180番とかも絶対好きなカラーなんですよね。すごい楽しみ。楽しみにしてた70番をね、ちょっと今日はつけてみようかなと思います。今日はなんか結構つけちゃう。はい、中身はこんな感じです。はい、塗ってみました。こんな感じ。やっぱこれめっちゃ可愛いですね。もう塗った瞬間からね、本当に感動。意外と濃
すぎないブラウン でしかもちょっとオレンジっぽい感じがあるので馴染みがねいいんですよ。でそこまでダークすぎないからこの季節でも使えるし、なんか一年中使えそうな感じのブラウンですね。本当になんかいろんなメイクにも合わせやすいし、一気に本当おしゃれなメイクにしてくれますね。めっちゃ気に入りました。このリップでねこういう色待ってました。すごい嬉しい。だから絶対その似てる75番とかさっき言ったこっちのカラーもね絶対可愛いと思うんですよ。楽しみ。こちらも違う動画でレビューするので少々お待ちください。はい、ということで1回目の購入品は以上です。次はこちらです。ちょっと大きいんですけど2回目はねスキンケア系を購入しました。やっぱ自粛してて店頭に行けなかったり長い期間ねお家にいたりとかするとそれだけでもスキンケア系がなくなってくるんですよ。全部カラッカラになってからで遅いなと思ったのでちょっと早めに頼んだものとかもうそろそろなくなるなっていうものをね頼んでみました。まずはねさっきから出てきていたこちらです。ナチュラグラッセのポイントメイクアップリムーバー。はい、こちらは私がいつも使ってるメイクアップリムーバーなんですけど、これ薬局で売ってないのでこうやってネットで買えてすごいありがたいですね。はい、こちらです。もう今のはこれしかないんですよ。ギリギリ間に合いました。これがないからリップレビューが全然できなくて毎日のメイク落としだけでちょこちょこ使ってました。これをもうゲットできたのでリップレビューができます。これがね本当にネットじゃないと今買えないので慎重に使っていきたいと思います。でこれと同じように薬局では売ってないこちらも購入しました。エトボスのバイタライジングリンクルクリーム。これもねこの時期いつも使ってるんですけど、これ頼んだ時は多分なくなるだろうなと思って買ったんですけど、今ねもう本当ちょっとカスカスしてきたのでギリギリ間に合いました。いつも目元に使ってます。これするとしっかり保湿されてかぶれにくくなったのでこの時期はねいつも使ってます。なのでもうちょっとね使いたいので購入しました。だからこれ目当てで2回目購入したんですけど、それと合わせて薬局には売ってないパックとかクリームをね買いました。まずはこちら、じゃじゃん、エトボスのお試しサイズを購入してみました。セラミドスキンケアバイタライジングライントラベルセット。さっき紹介したこちらのアイクリームのラインのお試しセットです。2週間しっかり使えるそうです。なんかフェイスクリームとかも少なくなってきて、私が使ってるのがアシュケアのクリームなんだけど店頭でいつも買ってたんですよ。それもなくなってきちゃっててどうしようかなと思って、ネットでもね買えるんだけどどうせだったらちょっと違うのを試してみようかなと思って今回こちらを買ってみました。中身はこんな感じで4つ入ってます。めっちゃ可愛い、ちっちゃくて、じゃじゃん、こんな感じです。まずこちらがバイタライジングクリーム、保湿クリームですね。こんな感じ。これがね一番使ってみたかったんですよ。すごい楽しみで、このちっちゃいのがスキンピールジェル、洗い流し用のパックだそうです。でこちらがバイタライジングローション、化粧水ですね。で最後こちらがクリアソープバー、透明な石鹸。そう、全部ね初めて使うのでちっちゃいサイズだとすごい嬉しいですね。で一番試したかったクリームも入ってるのですごいいいなと思ってこちらにしました。で何種類かねこういうトラベルセットはあったんですけど、バイタライジングラインっていうのが人型セラミドが入ってたり年齢肌とかにもいいっていう風に書いてあったのでこっちにしてみました。でこのねスキンピールジェルも気になる。とりあえずこういうね新しいものをねちょっと挑戦してみたいと思います、このおうち時間に。はい、で次はこちらオルフェスのバイタルマスク。こちらは私がすごく気に入ってるフェイスマスクなんですけど、オルフェス自体は近くの薬局にも売ってるんだけど箱で入ってるものがあんまりなくて、でしかもこのバイタルマスクがないんですよ。だからちょっと今回ねネットで注文しました。でとりあえず1箱にしてます。これすごくおすすめです。肌が弱ってる時でも安心して使えます。そして最後はこちら、これはスキンケアではないんですけどネイルを購入しました。エクセルのネイルポリッシュのこちらが NL14 番で、こちらが NL15 番です。はい、こちらも購入しました。ネイルサロンに行けないので自分でネイルしようと思って、ちょっとやりたいねネイルの色味とかがなかったのでこちらを購入しました。まあ、この2色とあとネイルホリックも買ってあるのでそれでネイルしようかなと思います。ずっとねやってなくてすごい傷んでるから汚かったんだけど、やっとできますこれで。だからすごい楽しみで、購入品は以上なんですけど、こちらも入ってました。スピ白雪美容液、サンプルが入ってました。純白専科の美容液ですね。こちらも今度使ってみようと思います。
はい、ということで約4万円分のアットコスメスター購入品でした。リップ系とメスキンケア系でした。今回は自粛の関係でちょっと店頭に見に行けなかったので、今回はネットで購入してみました。でポイントメイクアップリムーバーもねゲットしているので、リップレビューは順々にやっていきます。このメイベリンとエテュセとあとマックのねレビューがあるので、そちらは少々お待ちください。気になるものがあったらぜひチェックしてみてください。はい、ということで今日も最後まで見ていただきありがとうございました。こちらの動画が面白かったと思ったらぜひいいねとチャンネル登録はこちらからお願いします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。